なおですね、皆様にお願いがございます。まず一つ目ですね、ただいまカピバラの露天風呂大変広場というところがございまして、そこでもカピバラたちにご飯をあげたり、それから触れ合ったりすることもできますので、カピバラたち、とても体が大きな動物なんですけれども。上の方で来まして、お湯が出ているのに気づいたカピバラたちから続々と、これで41年目迎えることができまして、今ではここ伊豆半島の、伊豆のお母さんたちと、カピバラの子供はですね、大人のカピバラ、ぎゅっと小さくしたそのまんまの姿で生まれると思います。動物用なので、ぬるめに設定していると思う。日には、暑い日にはですね、38度ぐらいまで下げた。
吃了的。恭喜生日。